早売りワンワン福袋2021福袋開封本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、おい、主役来た、トイプードルのナビーくん、オスです。お願いいたします。現在ですね、2020年なんですけども、福袋動画、第1本目です。実はですね、監督ラボなんですけども、福袋で結構登録者が増えていきました。今現在もですね、上にはですね、福袋勢がですね、結構いるんですよ。というわけでですね、2021年1本目の福袋、福袋カモン！はい、佐川さんから来ました。こちらでーす。開ける福袋なんですが、大阪にある株式会社クリエイティブインフィニティが展開するドッグブランドアンズドッグさんから出されております早売りワンワン福袋2021、税込価格3980円となっております。秋冬物が3点、春夏用が3点、合計6着必ず入っております。なので計算しますと1着あたり633円ということになります。注意事項をちょっと読ませていただきます。こちらですね、ホームページに載ってます写真、画像商品は一例であり必ず入るものではありません。中身の指定はお受けできません。冬服以外にも薄手の半夏物が入ります。メーカーによってサイズが異なるのでサイズは均一ではありません。福袋なんですが、男の子用と女の子用がありまして、サイズもですね結構あるので、ぜひですねこの概要欄に貼ってありますので、興味がある方はですねぜひ見てください。ちなみに購入元はですね楽天さんから購入しております。では開けていきたいと思います。もう映ってないな。よし。ちなみになんですけども、今はこれですね、おむつ履いております。こちらのですね動画でですね出しておりますので、興味がある方はですねぜひご覧ください。ではですね、2021年服を開けていきたいと思います。おお、赤、おお、いでよ、おお、出たー、福袋、おお、カラフル、お、結構入っているね。待て、汗なオープン。おお、一個一個見ていきたいと思います。まずはこちら、クリームとグレーですね。サイズがちょっと XL と結構でかいんですけども、果たしてどんな感じなんでしょうか。きつい。なんかお化けになってるけど大丈夫。いや、 XL いいね別に。とメーカーがちょっと、アビヤビカメラ見て、ほい、待てよ。はい、まず1着目こちら、首の部分こういう感じにするのかな。あ、タグクーナ。どんどん行きたいと思います。はい、こちら黒ですかね。ワンちゃんクラシック LG、 これは冬物ですね。いい感じですね。フーペットさんの L サイズとなっております。あれ、手がない。あれ、あー、た大丈夫か。あ、してはい、踏み出して、いいね。首はこういう風に、はい、こんな感じですね。じゃあ3着目いきたいと思います。夏物先にいっちゃいますか。こちら L サイズスマイル、これプードルじゃないですか。ドッグベイビー。あ、顔大丈夫、ちょっとナビ、お猿は。あ、いいね。続きまして4着目いっていきたいと思います。これはなかなか、ダーン、怪獣ウォー XXL、 これでかいぞ。おいし、結構サイズ的にはこちら、あ、いいね。おいいね。はい、で続きまして、はい、5着目いきたいと思います。で、あとはですね冬用の服となっております。はい、こちら、もうこれ人の服だな。 XL、 うわ、あったかそう。おお、赤ちゃんの服じゃないか。ちゃんとこれボタンもね機能しますよ。こうボタンが、あ、さっきのやつだ。ドッグベイビーパッチっていうの、これなんていうの、刺繍。あと2回だから我慢して。あ、いいね、これあったかいわ。はい、いいね。では最後6つ目で、こちらはですね、ボーン、おお、ペットスタイルさんから出されております。うわ、すっご、なにこれ、こわ、チャッキー用じゃない。
このあったかさ、ペットスタイルのパパってところから出している服となっております。おお、これ好きだ。そんなに好きなのかこれ。ほらうわーっつそ、これなんだこの服。あ、でこれ足通すの、これすげえ。こんなの着たの初めてでしょう。うわ、なんかムチムチしてるなんか面白い。お、いいね。その上に乗ってるのポテトだよ、それ絶対。それ熱いっしょ。眠いの？福袋開封しました。どうでしょうか。体重が結構気に入ってます。はい、というわけでですね、こちらの福袋なんですが、中身に何が入ってるかわからないんですが、手頃な価格で6着ですね、手に入れることができますので、興味がある方はですね、概要欄に楽天のショップ貼っておきますので、ぜひ見てください。注意してほしい点はですね、男の子用と女の子用がありますので、どちらなのか。今回はですね、ナビー君はですね、オスですので、男の子用を購入しました。で、サイズが結構バラバラだったんですけども、そこまでですね、でかくて着せれないっていうことはですね、なかったです。はい、というわけでですね、ワンワン福袋2021年、福袋動画なんですが、2021年からですね、どんどん出していきますので、興味がある方はですね、チャンネル登録、今のうちからしておいてください。もうたくさん出します。あ、これが気に入ってるそうですね。なんかこれ加えてきた。今後の監督ラボで、ナビーくんが出てくるときはですね、服もですね、この福袋動画で買った6着ですね、どれか着てるかと思いますので、はい、というわけでですね、この監督ラボでは、商品レビューや映画レビューなど、自分が好きなものを共有したいものをですね、出しております。また次の動画で会いましょう。カメラ見て、カメラ見て、カメラ見て。